こんにちは、高野くもです、今回はコメント返しのコーナーとしましょう。今朝ですね、かっこいいオンザコーナーという動画をアップしたんですけれども、早速コメントいただいております、田村正久さんからです。いつもありがとうございます。オンザコーナーは今の時代に聞いても色褪せませんね。結局マイルス特有のスタジオ録音で完成度の高いテキストを作り、ライブでそのテキストを発展させて次に進む姿は1958年のマイルストーンズの頃から変わりませんでした。先に作ったテキストを捨て去り、時には否定をして新しく作るテキストは天才マイルスの頭の中だけに練りに練った完成度の高いものだったので、常に問題作として評価されていたのでしょうね。ただ現代の耳でオンザコーナーを聞けば極上のファンクミュージックなんですがね。久保さんがご提示されたインコンサートを含めたこの時代のアルバムは、祈祷師マイルスのオカルト的な匂いが満載ですが、確かな能力を持つと認められたマイルスだから、どんなにドロドロして出口が見つからない世界でも安心して入ってきました。これがファラオ・サンダースならとてもうさんくさく眉唾ものだったのでしょうが、まあ、確かにおっしゃる通りだと思います。まあ確かにね、人力テクノっていう風に私は解説しましたけど、まあ、永井勤さんもね、そうお感じになられたみたいなんですけども、まあ、極上のファンクミュージックでもあるかもしれませんね。これはやっぱりマイケル・ヘンダーソンのベースの影響がとても強いんじゃないかなと思っております。まあ、この反復といった意味ではね、人力テクノであり、あるいはまあ人力ミニマルミュージックみたいな感じもしますけれども、まあ、ひとたびねベースの方のグルーブに耳をやると結構なんか洗練されたなんかかっこいいファンクにも聞こえますよね。頭の良いファンクみたいな、そんな感じがします。でインコンサートの件はね、まあ、下の概要欄にリンク貼っておきますが、意味のわからない方祈祷師マイルスっていうね動画もアップしたんですけれどもね、この田村さんが唱える祈祷師マイルス説をすごくですね、分かりやすくこう表現しているというか体現しているのがこのインコンサートなんじゃないかなと思っております。みんなね、どのメンバーたちはどこに突き進むのか分からない状態で、だけど恐る恐る、だけれども指示通りぐん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 演奏していって、でもうわけのわかんない世界に突入するんじゃないかという不安もあったんでしょうけれども、きっと先導している人間がねマイルスだからきっと戻ってこれるさみたいな、そういう安心感もあったのかもしれませんね。それは聞き手とて同様なんじゃないかなと私は思っております。田村さん、書き込みどうもありがとうございます。次がですね、これも本日アップしたコルトレーンジャイアントステップ1年前のセッションブラックパールズという動画も本日アップしたんですけれども、それにいただいたコメントをご紹介します。サンジョルディさんからの書き込みですね、ありがとうございます。つい語ってしまうハードバップ好きがブラックパールズを聞いた感想、とても興味深いアルバムをご紹介いただきありがとうございます。録音年月日を見たらソウルトレインの1ヶ月半後じゃないですか。あ、そういえばそうですね。で正直ソウルトレインよりも衝撃を受けました。コルトレーン、音を敷き詰めていますね。凄まじい。でも、コルトレーンのソロを聴いた後も、自分のフレーズで答える他のメンバーもある意味さすが。異質を歓迎するハードバッパーの度量の大きさを感じました。恋人呼ばれに帰れは、アウトトゥーレイジーズの前じゃないですか。コルトレーンのソロを横取りするようなバード、トランペットのように早く吹くコルトレーン、とてもスリリングです。コルトレーンは内心、僕だけで、トランペットの分もできるじゃん、トランペットいらないじゃんと思ったと想像すると、後のワンホーンにつながり面白いですね、僕には。アウトトゥーレイジスは、ペッパーアダムスのバリトンサックスがちょっと低音すぎるなぁと感じただけに、こちらの演奏の方が好きです。まあ確かにおっしゃる通りかもしれませんね。アウトトゥーレイジスもなかなかかっこいいんですけどもね。まあこれは本当ね、コルトレーンバリバリ吹きまくってますよね。本当凄まじいかもしれません。でまあソウルトレーンズと同じ時期の録音なので、まあ内容的にはソウルトレーンズに収録されている曲のが上なわけだから、まあ同じ時期に発売してもねということで、発売タイミングをボブ・ワインストックは伺っていたのかもしれませんね。
まあ、考えてみたらね、3曲しか入っていなくて、まあ、長いですけどね、演奏ね。で、2曲ともブルースじゃないですか。そのブルースも、パールズとかね、サファイアとかね、宝石の名前つけたのも、きっとボブ・ワインストックの趣味なのかもしれませんね。1曲のクレジットはボブ・ワインストック作曲ってことになってますけどもね。だから、わりかしそういう緩いディレクションのもとですね、作られたものであっても、良い作品とか、すごい作品になっちゃったわけですよね。まだまだもしかしたら未発表のすごい音源眠ってるかもしれませんね。ブルーノート、プレスティッジ、リバーサイドにはね。まあその辺は、まあ期待しないでじっくり待って、ある日突然「へえ」みたいな感じで驚きたいですね、この先何年後もね。まあどれだけ残ってるか分かりませんけどもね。ということで、まあ、サンジョルジさんどうもありがとうございました。次は釜石さんからのコメントですね。こんにちは。なんと今日はコルトレンの誕生日だそうですね。亡くなった日、7月17日はしっかり記憶しているのに、この世に生を受けた日は知らなかったというのも妙な話ですね。それほどコルトレーンの死がシーンに与えた衝撃が大きかったのでしょうね。自殺した評論家もいたくらいですからね。まあ、そうなんですよ。私、7月17日はもう当然ね、覚えているんですけど、まさか今日だとは思いませんでした。偶然ですね、ブラックパールズアップしたのはね。で、昔ですね、イーグルのマスターの後藤正弘さんは、女性誌に星座と、ジャズの話とかを一時期連載していたことがあるそうなんですよ。それで時々ですね、そういう話になるんですけれども、意外と乙女座はテナーサックス奏者が多いんだよみたいな話をね、何度か私してもらったことあるんですよ。まあコルトレーンは違うんですけれども、ウェイン・ショーターとかね、乙女座なんですよね。へえとか、ソニー・ロリンズも乙女座なんですよね。 へえなんて思いましたけれどもね。あ、そっか、コルトレーンもあれだよ、乙女座です、じゃないですか。ギリギリ9月23日ですからね。そっかそっか。だからそういうね、なんかいわゆるテナーサックスの大御所たち3人がですね、乙女座っていうのを、なんか特にソニー・ロリンズもそうだって笑っちゃいますけど、笑っちゃいけませんけどね。 意外と乙女チックだったのかななんて思ったりもしますけどね、感性がね。で、ちなみに、クモちゃん何型じゃないや、何座って聞かれてですね、あ、獅子座ですよって言ったら、あ、ビル・エヴァンスと一緒だねって言われて、へえみたいな、どちらかというとビル・エヴァンスの方が獅子座って感じしますけどもね。 で、じゃあ、血液型何型っつって B 型ですっつったら、獅子座の B 型か、ああ、高尾ちゃんと一緒じゃないって言われたことあります。 高尾ちゃんっていうのは評論家の小川高尾さんですよね。へえなんて思いましたけどね、私はあんな几帳面な人じゃないのにななんて思いましたけれどもね。まあそんなことを思い出した書き込みです。釜石さんどうもありがとうございます。で、次がですね、ベーシストジミー・ギャリソンの音色というタイトルでアップした動画にいただいたコメントです。こちらも田村さんからですね。いつもありがとうございます。で、書き込みを見ますと、いつもありがとうございます。ベースの音色ということで、クモさんにお礼を言いたくて投稿しました。先日飲み会でしこたま飲んで帰宅した際に、両隣の家が外出していたので、このタイミングとばかり久しぶりに自宅のオーディオをフルで鳴らしてやろうと考えました。そこで思い出したのが、クモさんがどなたかに言われたことを紹介していただいたポール・チェンバースのある子は良いオーディオで聞けということでした。そこで私が選んだのがベースオントップ。早速再生したところ、私のアルテックのドライバーホーンと38ウーハーから出てきた音はカザルスのチェロ、無伴奏チェロ組曲かと思わせる音で、まさかの深みのある音色でした。そして早弾きになっても今までのギーギーガーガーの小うるさい音ではなく、ピッチが鮮明で楽器の大きさそのものが鳴り響く心地の良いコントラバスそのものの音を聞くことができました。この演奏をいとこのベースを借りて録音したのも驚きですが、チェンバースのある子もなかなかの名人芸だということに目から鱗でした。本当にクグムさんの YouTube を聞いていてよかったと痛感した夜になり、ありがとうございました。ああ、よかったですね。やっぱりね、ボリューム小さくしたりとかね、しょぼいオーディオで聞くと、この弦の振動だけの音になっちゃうんですよね。その弦の振動から発生する、その周辺の空気の膨らみみたいな音っていうのは、どうしてもね、記録はされているんですけれども、再生するのっていうのはやっぱり難しかったりするんですよね。だから素晴らしいオーディオシステムをお持ちなんじゃないかなと思いました。田村正久さん、書き込みどうもありがとうございます。
そしてまた田村さんからもですね、もう一つコメント紹介しますね。これはマイルスの、ラウンドアバウトミッドナイトはみたいなね、あのアーリューチャもいいよみたいな、それでサムネイルは顔だけで判断しないでみたいなサムネイルであの投稿したものなんですけれども、これを聞いてのクモさんの独り言、メロディー好きイコール女性を外見でしか判断しない男イコール女性を特会引っかえ変える男イコール寺丸大先生はてなはてなはてな、あくまで私の邪推ということで、よくわかりましたね。いや違いますよ、いや邪推なんじゃないでしょうかねということで、書き込みどうもありがとうございます。さてもう一つだけコメントご紹介しましょうかね。これはヤスさんからいただいたコメントです。書き込みありがとうございます。これは、今朝アップしたかっこいいオンザコーナーマイルス・デイビスですね。オンザコーナー好きな人は菊池正文さんのススとも聞いてほしいです。まあ確かにススといいですよね。オンザコーナーも私好きだけどススともですね、結構これ気持ちいい音楽だなぁなんて思いますね。これは確か1981年ぐらいですよね。だからね、これは当時すごい新しい音楽だったんじゃないかなと思います。まあこの頃私はまだ中学生で YMO を聴いてニコニコしていましたけれども、まあ片やね、こうテクノミュージックがだんだん勃興しつつあり、で私のようなあのガキたちが、小学生中学生たちが YMO に熱中している間、その裏ではこんなすごい作品がね作られていたのかというと思うと驚きですよね。でこれメンバーもねすごい人数多くて、で結構豪華メンバーなんですよね。日の照がねコルネットとかね、あとボリビアンフルートっていうクレジットを見たことありますけど、そういうので参加してますし、サックスもですねスティーブ・グロスマンとかデイブ・リーマン参加してますしね。でギターもね3人、あとパーカッションも3人参加してるんですよね、アイアト・モレーラ他ね。まあとにかく私サークルライン好きで、まあ、よく聞いたものですね。でまあ変拍子ですごく難しそうなリズムをなんかさらりと気持ちよく演奏しているところがね心地よかったりしますよね。でまあほらオンザコーナーの場合ものすごく引っかかりみたいなのを感じる気持ちよさだとすると、まあススとの場合オンザコーナーよりはもうススッと耳に入ってくるような、あシャレじゃないですよ、ススッとあたねするりと耳の中に入ってきて気持ちよさを感じさせる音楽なんじゃないかなと思いまして、結構ですね私これやっぱりね同じようなことで村井さんかな、誰かどなたかにね言われたんですよ、ススともいいよみたいな。それで聞いてみたらのけぞりびっくり大仰天みたいな感じでね、素晴らしいアルバムだと思いますので、ススとぜひ、未聴の方は聞いてみてください。ということで、まあ、ヤスさんコメントどうもありがとうございます。ということで、なんかね本日アップした音源じゃないや動画に結構たくさんコメントいただきまして、皆さんどうもありがとうございました。また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。